俺には、ちょっっと変な趣味があった。その趣味っていうのが夜中になると家の屋上に出てそこから双眼鏡で自分の住んでいる街を観察することいつもとは違う静まり返った街を観察するのが楽しい遠くに見える大きな給水タンクとか酔っ払いを乗せて坂道を登っていくタクシーとか ポツンとたたずむ眩しい自動販売機なんかを見ていると妙にワクワクしてくる。俺の家の西側には長い坂道があってそれがまっすぐ俺の家の方に向かって下ってくる。だから屋上から西側に目をやればその坂道の全体を正面から視界に収めることができるようになってるわけ。その坂道の脇に設置されてる自動販売機を双眼鏡で見ながら。 あ大きなガが,が飛んでるなからなんて思っていたら坂道の一番上の方からものすごい勢いで下ってくるやつがいたなんだと思って双眼鏡で見てみたら全裸でガリガリに痩せた子供みたいなやつが満面の笑みを浮かべながらこっちに手を振りつつ猛スピードで走ってくるやつは明らかにこっちの存在に気づいているし俺と目も合いっぱなし ちょっとの間、あっけに取られて、呆然と眺めていたけど、なんだか、すごく、やばいことになりそうな気がして、急いで階段を降りて、家の中に逃げ込んだ。ドアを閉めて、鍵をかけて、うわぁどうしようどうしよう、なんだよあれ。手怯えていたらズダ,ダダダダダって、屋上への階段を上る音が。明らかに俺を探してる。すごいやばいことになっちゃったよ、どうしよう。 マジで、なんだよあれって心の中でつぶやきながら声を潜めて物音を立てないようにリビングの真ん中でアイロン武器を両手で握って構えてたしばらくしたら今度は階段をズダダダダって降りる音もうバカになりそうなくらいガタガタ震えていたらドアをだん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 だって叩いてチャイムをピンポンピンポン,ピポ,ポンピポンピポンピポン と鳴らしてくるう,うん、うんうん、うんって感じでやつのうめき声も聞こえる心臓が一瞬止まってものすごい勢い脈打ち始めたさらにガクガク震えながら息を潜めていると数十秒くらいでノックもチャイムもうめき声やんで元の静かな状態にそれでも当然緊張が解けるわけがなく 日が昇るまでアイロンを構えて硬直していた。あいつは一体何者だったんだ。もう、二度と、夜中に双眼鏡なんか覗かない。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければ、チャンネル、登録お願いします。